どうも、今日は、努力に勝ることは、夢中になることということについてお伝えしたいと思います。なんか努力しろとかね、いろいろ頑張ってやれとかいろいろ言う言葉というか、そういう教えというか、そういう常識というか、なんかわかんないですけどありますけども、努力するっていうことをするとなんかこう辛いとかね、そういう風な感じ になるというか、そういう感情をこう思い浮かんでしまうんですけども、それよりもね、自分がね、夢中になるという、ですね、自分が夢中になるということがやっぱり、努力に勝てるというか、夢中になること、夢中ね、夢中になることがやっぱり、大切なんじゃないかな。大切というか、結局ね、夢中になってやってたらそれは努力をしてるという感情にはならないですよね。もう夢中になってるんで、もうはっきり言ってもう飯食わんとそれに集中してやってるっていう状態に、そうすることによってこう高みに上るということと、そのあとね、この人生っていうのはね、やっぱ修行の場っていう、考え方もあるんで、そのやらなければいけないことっていうのはあると思うんですよね。でやらなければいけないことに関しては、その、嫌なことであろうと何であろうと、それをやらなければいけないことなんで、もうちゃんとやり遂げるというふうなことをしながら、自分の夢中になることをこう頑張ってやっていく。頑張ってというか、頑張るっていうその概念もないですよね。夢中になってるんで、もう好きなことをやってるんで、もう楽しいという、感情になると思うんですけども、そういう状態になっていけば、努力には、勝るんじゃないかなというふうに思います。では今日の、動画は以上となります。ありがとうございます。